皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。今日挑戦するコースはキュービックさんのキャ、間違えた、緊張してるカービーズプレゼントキャストスピラン、やっていきたいと思います。このねコースは1年ぐらい前に練習は別でね8時間以上やったコースなんですが、ちょっとねあの頃の私には無理で一回挫折しました。でもこのコース初代のスピランでねとっても面白いのでクリアしたいなと思って、今回また新たに練習してまいりました。これクリアできるかわかんないからね、ちょっと動画になるかわかんない。このクリア率を見て、怖え、 0.01% 以下じゃない、もう 0.00000、 あとねベストタイムもちょっと注目してください。1分39秒810、これ1分40秒のコースなんで、もうねこのコースの余裕はねぐらいしかもないの。間に合うかどうかもちょっとね分かりませんので、今日はね時間をたっぷりとってやっていきたいと思います。それでは遊ぼう。もうこの日のためにいっぱい夜食買ってきたから、食料ならある。よし、やるぞ。ここね、めっちゃ速いからね。よいしょ。カービィちゃんのコースですね。初代のかわいいね。よいしょ。オッケー。カービィと共に歩んだ、この初代スピラン。今日決めたれ。ちゃちゃん。ここでヒップアタック。よし、オッケー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 。ヒップ耐久入ります。ちょっとテンション高くない私。よいしょ、OK、だんだんね、だんだんシビアになってきますから、私が無言になるかもしれません。OK、これクリアできちゃうかもしれない。ほっ、もろったもう言う、もろった。はい、カービィちゃん、よし、59秒。あれ次なんだっけ。 OK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 。 あ、だよね、届かないよね。分かっていました。まあまあまあこんな感じですね。はい、よし、まあ一発でクリアしちゃったらねつまらないからね、そんな難しいギミックはねそんなないんですよ。まあところどころちょこちょこあるんですけどね、こんな感じでね。まあ何が言いたいかっていうと、あ、なんだっけ、華麗なるほほヒールアタック、はっ、オッケー、決まった。よし、次はヒップアタック、ヒップ耐久。はい、ヒップアタックじゃねえ、なんだほっ、なんだ今のは。ここはね全部倒さないとダメです。サンバのリズムに、おっしゃ、オッケー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 、きた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 、ここから難しくなる。ここを急カーブして、オッケー、おい、あ、ここジャンプ、バーッジャンプ、あー、なんでできないんだろう。おい、このブロックを叩いてこの砲台の向きを変えないといけないんですよ。バーッ、くっそー、よっしゃ、あたた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 、ほっ、おし、もろたもろたもろた。34秒、で、チャンスで登る。シュシュシュ、なんかちょっと待っちゃったよ。イエー、はい、な、おダメかもしれない今日は。オッケーオッケー、で、ここは叩く、オッケー。今ね、あのブロック壊さないと砲台が上に向かないので、あのブロック壊しは重要です。ほい、ここね、上向いたでしょ、よいしょ、またポーズしてるよ。ほっ、オッケー、きた。ちょっとここね、私ミュート、私ミュート、マジミュート。ほい、よっしゃ、うん、頭ぶつけてる。ここタイム超シビアなんでね、ここはもう絶対にダメ。できたんじゃないかな。ほい、よっしゃ、じゃあモロタソング、はい、モロタモロタ、はい、モロタ、はい、ワクチンでモロタイン、モロタ、オッケー、モロタ、戻った、行くぞカビ、お、来た、あー、マジかー。で、ここは落ち着いて、ほほ、来ました、
なんなんだろうね、ここね。ここやばいな、私。あーなーあ、できた。ほっ、あー、頼む、ここ飛び越えて。ほっ、で、入る。おっし、来た、1秒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 。えー、やばいかもしれない。で、はい、ほらこ、うわー、みんな聞いてくれ、私は重大なことをやらかしてしまいました。この旗が立ってるっていうのはクリアしたっていうことなんですよ。見て、クリアしたの。なのに録画ボタンを押し忘れた。本当にクリアしたんだよ、言い訳はしない。録画ボタンを押し忘れました。みんなに見てもらいたいので、もう一回クリアします。マジでミスんない、りゃマジで決める。あ、やべ、いけるか、よし、大丈夫だよね、大丈夫大丈夫、来い、ほい、ほい、ちょっと待って、緊張しないようにしよう。ほい、うん、りゃ、はい、オッケーオッケー、ちょっとテンション上げていこう。ほい、落ちてる落ちてる、私落ちてる、はい、抜け、よっしゃ、34秒、いい角度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 でテンション上がった。慌てるな、ここ一番慌てるな、サンバ。で、こっからですよ。よし、これしくったらもうやめるわ。人生やめるわ。それはしないわ。はい。やだ。で、ここ、ここ、ここ。で、コーラを。チョンして。しゃがま。きょきょきょけ、9秒。やばい、心臓バクバクしてる。はい。集中します、入る、よし、頼む頼む頼む、ほい、きたーきたー、やばい、嬉しすぎる、これはやばい。はい、ということで今日はキュービックさんのね、ずっと私がクリアしたかったカビちゃんのスピランクリアすることができました。何十時間やったかはちょっと言えないぐらいやりましたが、無事クリアできました。よかった、いいねも申してあるけど、もう一回いいねって言う、いいね、上がんなくてよかった、クリア率はい、まあ、これからね、あの YouTuber を目指してゲーム実況される方、録画ボタンの押し忘れあるあるなんでね、必ず録画ボタンチェックラッチョ、もう二度チェックですね、押した、はい、もう一回押した、二回押したら止まっちゃうけどね、これ大事、こんなコースでやっちゃうとはね、さすがですね。まあ、どうでもいいことでしたけど、ちょっとすごく言いたかった。それでね、毎週月曜日は 0.01% のねコースにちょっとね挑戦していこうかなと思ってるので、なので皆さん毎週月曜日は 0.01% の鬼畜コース、アスカでお会いしましょう。それではアスカでした、バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。この動画はこちら、パランパンパンパラパラパラララララ、ランランランパラララパララ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 ラ
おかしくない？見て、4回クリアされてるのに、クリアした人3人なんだけど、この鬼畜コースの 0.01% を2回もクリアした人がいるってこと？誰よそんなことしたの、おかしいでしょ。ねえ、アスカさん。